ゃあまずこのギターギブソン ES275 は使い始めて半年以上は。そうですね、あのさっき、ショー、はい、イベントの発表会のギブソンのその時に初めて出会って、これそこからハマりましたね、このギター。その時初めて出会ったギターで、しかもそれでいきなり本番を弾き切ってしまったという。あ、そうですね、はい、何かやっぱり刺さるものというか感じるものがあったんですか。僕はその、何度かこうギブソンの ES335 というものをずっと使ってた時に、その335を使って99年に335をゲットして、で、まあ、デビューからずっと使ってて、2004年に奏法がチェンジしたんです、はい、あのニューヨークでリチャード・ボナーとレコーディングしてから、はい、そのピックじゃなくてもっとフィンガーでピックこう演奏するようになって、それからやっぱりいろいろこう求めていくものが変わってきて、徐々にこう、うん、もうちょっとそのネックが太ければいいかなとか、もうちょっと箱のなりのアコースティックなものが欲しいかなとか、うん、で、まあ、そういうのもありつつ、あのエイブレブラっていう楽器を使ったりとかしてたんですけど、ちょうどこれが出てきた時に、あ、当時そのちょうどクリッツさんともいろいろやり取りさせてもらってて、その当時なんかやり取りさせて言ってたようなものが、あ、現実になったっていうの、10年ぐらい経ってか、うん、ちょうど10年経ってその現実になったっていうのが、すごい自分的にもそういう出来事があったことに感動して、そういう思いもあって、このギターになんか惚れ込んじゃって、はい、楽器としてはもちろんご自身のやっぱ思い描いていたものがまさに出てきたっていう、うん、そうですね、これね、多分小沼さんに言ってないんですけど、はい、このギターのコンセプトってもともと小沼さんなんですよ。あ、そうなんですか。あのギブソンの、まあ、このメンフィスっていうところにある工場なんですけれども、そこのスタッフと日本の楽器屋さんをツアーしていて、やっぱり日本には小沼さんの代表としてすごく才能あるジャズミュージシャンがいっぱいいるんだけども、ちょっとやっぱり L5 とか L4 は僕ら大きいんだよねっていう話をしていて、小沼さんのスタイル、立って弾いたり、もちろん座って弾いたりで、フィンガーピッキングやったりピックで弾いたり、そういう人によりフィット感のいいギターを何か作れないか、でもちろんギブソンらしさはそのまま残したまんまっていうのがもともとのきっかけなんですよ。これ初めて今言いましたけど、でもやっぱりそういう、まさかここで出てくるとはと思って、あのすぐ反応しました、ね、前もって何も言ってなかったんで、でもその通りに気に入っていただいたんで、ほらなんか思惑通りの展開に嬉しかったなと思って、はい、そんな経験がありました、はい。でこれご自身のギターは何か特別に手を加えたりしてるんですか、ご自身により使いやすい特別な、僕はその都度その都度弦を結構細かく変えるタイプで、あのその気分によって、うんうん、で今はちょうど3弦、ここの3弦がフラットワウンド、はい、あのプレーンの3弦が僕苦手 で、はい、で3弦はそのラウンドだとちょっと、はい、あのトレブリーに感じすぎて、うん、ここは、うん、でここから、うん、あのラウンドにしてあって、うん、より箱物感を出したい、はい、っていうことですかね。この3弦までが、でたまに気分でベースがもっと欲しいなという、うん、思うときはここにブラックナイロン貼ったりとか、あとフラットワンドを6弦と5弦だけに貼ったりとか、はい、だからそういう感じで今の自分のブームがその、うん、なんか常にこうギターに対してフレッシュに、うん、こう向き合いたくて、うん、なんかその時の気分によってやっぱ弦を変えたりとかするのが、まあ、違うかなっていう自分の中で、はいはい、欲しいサウンドを求めるサウンドに対してやっぱ弦を選んで、弦ってすごい変わりますから、本当にあの弦の太さとかゲージとか、うんうん、その 0.11 か 1.2 だけでも違うし、はい、すごい基本的なことなんですよね。やっぱりどうしてももっと派手な部分でシールドとかエフェクターとかに行ってしまいがちですが、うんうんうん、その弦とあとはじゃあ本当右手左手のニュアンスで音色を、うん、そうですね、基本となる音色をコントロール。そのラウンドだとちょっとこのキュッ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 から、うん、それがちょっとこう、はい、グルーヴ感が、はいはい、出やすくなったりとかして、うん、あのこういう、うん、あのなんかその、はい。
リズミカルであってさらにパーカッシブなイメージですね。であのフラットワウンドを貼ると、まあ、今これもうちょっとそれが くぐもった感じで、うんうん、割と、うん、こうベースがうんうん言うみたいな、うん、だからそういう、うんベースプレイヤーがやってる感情もそのまんまギターの一本の中でやっちゃおうっていうことです ね、 そ, ですね。それに対してさ弦を変えてコントロールして音を寄せてるってことなんですね、はい、やっぱりプロの方特に小沼さんなんか見てて思うのはその弾くポジションですとか弾き方とか入力の仕方ですごいもう無限の音色をギターから引き出してるなっていうふうにすごく思うんですけれども、はい、それってやっぱりご自身がギターに歩み寄らないとできないですよね、うん、どこでどうなるかっていうのを使わない。そうですね、そのなんかいろんなテクニックとかあるんですけど、うん、でもやっぱりそれが自分の体の中にリアルに入らないと、うん、なんか嘘ついてる感じになるから、うんうんうん、やっぱりそこはなんか自然と無意識に気持ちと一緒に出ていくまではもうひたすら反復みたいな楽器と付き合っていくというか付き合っていくというかもうあの家ではもう本当にイライラしながらギター弾くこともあればもうなんでできないのとかでもひたすら練習してできてくるとその落ちた分上がるというかそのやっぱり単純なそんなに落ち込まない練習だとやっぱり喜びも少ないしでもすごいところに行ってもう悔しい思いをするぐらいの練習に行くとその逆の喜びっていうのが待ってるからだからどんどんこうあの落ち込んでもいいと思います。あのその分もしそれが乗り越えられたらあのその落ち込んだ分だけのそのギターを弾いた快感が待ってるというか、うんうん、やっぱり練習していると煮詰まったりとか悩んだりとかすごくあると思う。常にやっぱりその僕もいつこう樽を知るようになるのかなっていうか、うん、あの常に何かこう新しいことを家ではずっとやってたりとか、うん、そこまでギターと真剣に付き合って初めてお互いが歩み寄れるっていうか1日1個できないことを見つけてやるんですよ、うんうんうん、でそれがその積み重なっていってどんどん、うん先ほどのお話だとやっぱりギターもあの手に入れた時から時間が経ってやっぱ音が変わってきたということもおっしゃってました、ね、はい。これやっぱり自分で分かるように分かりますね。なんかやっぱりそのギターが変わってきたっていうのもあるし自分が変わってきたっていうのもあるし、うん、なんかギターと仲良くなってきたっていうのもあるし、うんうん、自分も楽器に近寄ってるんだけどギターもなんか自分に寄ってきてくれるようなイメージですかね。特にこの楽器は結構高音の、うんこの辺のここがこんなに弾けるとは思ってなくて自分も最初にこれなかなかここら辺をスムーズに弾けるギターってないから、はい、それもやっぱり弾いて 3,4 ヶ月した後に、うんうん、でも練習してて気づくことが多いです。あでもなんかこういうオーバーザレインボーとかもこういう、はい弾いてて、高い方に行ってしまったみたいな、はい、でどうしようみたいな、うん低いところに戻ってきたみたいな、あ今高いところ弾けたんだっていうので、はい、練習で気づくことが多いです。なんかその狙ってやるんじゃなくて自然とおのずと、おのずとその1番から2番に入るときに、うん、こっち行ってしまったと思ってもうここで何とかするしかないっていうふうに自分を追い込んで、まあ、家ではこういう練習しても、はいま、いくら間違えても大丈夫だからそういうトライを家でいっぱいやって、いっぱい間違えた道を作って、はい、そうすると本番そこには行かないようになってくるから、うんうん、その、うん、
いっぱい家で間違えておくっていうのは重要、アドリブにとってはすごく重要なことだと思いますね。で多くのまあギターやってる方が突き当たるのがやっぱりどうしても練習してもうまくいかないとか、うん、ライブで失敗してしまったとか、うんうん、もう本当ギターやめようかなとか思った時に僕何度も思いますですよ、ね、そういう時ってどうやってモチベーションを保つというか、僕の場合はモチベーションギターのモチベーションを保つのにやっぱり一回はやっぱギターをこう運動したりして、うん、離れる一回もっと頭をすっきりさせて、うん、でもう一回同じことを向き合うと、うん、なんで自分はこんなバカなことで悩んでたのかなっていうことで悩んでたりして、はい、うん、例えばライブですごい楽しかったですとか言ってくれてる人がいるのに自分が調子悪かったから悩んでて、はいはい、でそれでうじうじしてて、でもなんかちょっと自然の中で遊んだり、うん、ちょっとだけ遊んで、うん、もう思いっきり運動して戻ってきて、うん、するとあなんでせっかくこういう人が、うん、あの自分にポジティブな気持ちを与えてくれてるのに、うん、そこをシャットダウンした自分がバカだったなとか、うん、なんかそういう感じで、うん、やっぱ客観的に、うん、そのギターってどうしてもこういう風になる楽器だから、うん、それをこう人それぞれ何か別のことで客観的に見れるような何かをするっていうのはいいことだと思います。一回ギターを置いて外に出て、はい、うん、まあ、また新鮮な気持ちで戻ってくる。そうです。それが、まあ、1時間でも2時間でも全然違います、ね、サーフィンだったりするわけですね、はい、それが頑張ろうと思いますなんかそのやっぱり一番困るのは弱気の風が吹くことで、うん、あの弱気の風が吹いた瞬間に全てがこう自信のないものになってしまうから、うん、そこは戦うようにしますね、うん、弱気の風吹いたらそこの流れを変えるように、うん、自分なりになんか一回諦めたりとか、うん、で次に行くとか。メンタル面は強く持ち続けるっていうことなんですかね、うん、メンタル面はすごい重要な、ああ楽器やっていく上で。そうですよね、そうですよね、うん、thank you.